Please use English subtitles. 有中文字幕。どうもこんにちは、ジェニメイウォッチです。今回はグランドセイコーのダイバーズウォッチのレビューをしていきます。今回のモデルは限定800個の商品です。価格が高額なので、そんなにすぐに売り切れることはないとは思いますが、もしこの動画を見て買いたいと思ったら、早めにゲットすることをお勧めします。それでは見ていきましょう。今回レビューするモデルはこちら。商品名は SBGX339。 ダイヤルカラーはマットな黒色、その上に銀色の GS の立体的なロゴ、ラグジュアリーな印象ですね。ダイヤルの外回りに黄色いカラーで数字がペイントされています。このデザインによりベゼルを回転させても今何時何分かが正確に、そして簡単に把握できます。アロー型の分身に探検のような地震、そして黄色の秒針。この秒針はどの角度から見ても見えるように丸みを帯びた形状になっています。インデックスは高級感のあるゴールドカラー、そこに夜光塗料が厚く塗布されていますね。横から見ると盛り上がって見えます。どんな感じに光るかというと、こんな感じに光ります。海の中でもよく見えそうですね。ダイバーズウォッチなので逆回転防止ベゼルがついています。回した感触は重いです。バリバリと良い音を出していますね。これは私の好きな音です。この音が大きいほど私は好きです。あなたはどうですか？ベゼルの12時位置の夜光塗料、埋め込まれていてガラスがはめ込まれている。これナイスです。理由は夜光塗料がむき出しだと使用しているうちにボロッと剥がれてしまうことがあるんです。ベゼルが横から見たとき斜めにテーパーされていますね。これによってスマートな雰囲気が出ています。そして厚みも実際よりも薄く感じそうですね。ちなみに厚みは 13mm。 ベゼルとガラスの高さが同じです。ガラスに傷がつきそうですが、サファイアガラスなので安心ですね。このガラスは内面無反射コーティングがされているのでかなりクリアに見えますね。手袋をしていても回しやすそうな大きなクラウン。サイズは 7mm です。このクラウン一周回しても針は10分しか進みません。なのでより厳密な時刻合わせが可能となっています。そしてこの分針地震は針の先がスッと細くなっています。さすがグランドセイコー、時間へのこだわりですね。続いて
ケースを見ていきましょう。側面はヘアラインが入った仕上げです。エッジが立っているデザインですが、シャープに面取りされています。ケースの横に開いた穴は海水を洗い流すためのものでしょう。この鏡のようなポリッシュとヘアライン仕上げの組み合わせ、かっこいいですね。ヘアライン仕上げの部分が多いのは傷のつきやすいダイバー用の時計だからではないでしょうか。肌に当たる部分は薄く面取りされていて、使う人への配慮を感じます。このクラスプにはアジャスターがついていて、ウェットスーツの上からでも肌の上からでも簡単にフィットさせることができます。この機能、ダイバーズウォッチのみじゃなくドレスウォッチにもつけてほしいなって思います。バンドのエッジは立っていますが、うっすらと面取りされています。ウェットスーツを傷つける心配はなさそうですね。腕回り 170mm の私がつけるとこのような雰囲気です。ケースサイズは幅 43.6mm、 ラグからラグは 50mm、 大きいですね。そして重い、重さは204g です。ちなみにバンドの幅は 22mm となっています。いかがでしたか。私はグランドセイコーのダイバーズのモデルへのこだわりを感じました。ケースの仕上げ、ベゼルのカチカチ音、インデックスの夜光塗料、そして見やすい太い針、クラスプ、すべてにおいてセイコーの強いこだわりを感じます。ただ私の個人的な意見ですが、グランドセイコーのロゴが金色なんだったら、その他のカラーも黄色ではなく金色のバージョンも見たかったなって思いました。皆さんはこのカラーリングをどうだと思いますか。もしこの動画を見て面白いなと思っていただけたのなら、チャンネル登録をして最新の動画をゲットしてくださいね。それでは次の動画でまた会いましょう。